共産党委員長がゴーン被告保釈批判の発言撤回、2枚下だね。共産党機関紙新聞赤旗は C 数を委員長が6日の記者会見で、日産自動車全会長のカルロス、ゴーン被告の逃亡騒動について語った発言を紹介した7日付の記事を削除した。C 氏は、ゴーン被告の逃亡をめぐる責任の所在について問われ。 一定の保釈金を払えば、保釈される、ということで、甘い対応をしたということだと思うと、保釈制度を批判しているとも受け取れるコメントをした。今回の発言について、共産党を支援している日本共産党を励ます大阪弁護士の会のブログも問題視し、8日西医の発言はこれまでの日本共産党の政策や公約とも整合せず、 市民の権利を擁護し権力の乱用を許さないとする。日本共産党の根本精神にも反しているとの考えに至ったとして、発言は不適切と批判した。9日付の新聞赤旗では、ゴーン被告の保釈自体を批判したかのような発言を行ったという記事となっているが、発言は、保釈後の政府の対応の問題点を述べたものであり。 保釈そのものを批判する発言は行っていない。ただ人質司法と批判されている現在の司法制度の改善を求める党の立場を明確に述べてなく、誤解を受ける曖昧さを残している。従って発言のこの部分を撤回すると C 氏の保釈批判発言を期間撤回した。 なんだって政府批判が平常運転の共産党執行部だけに軽く弾みをつけたつもりの委員長発言だったろう。共産党とはいえ法治国日本の高党だ。政権を手にしても既存の法治主義を横に置いて地政発止まらない。党機関は慌てて調整した。勝手な重複基準を点として恥じない政党だ。 日本国憲法制定に反対した唯一の政党が共産党。1946年に憲法を制定した際、共産党の国会議員全員が、平和主義の空文に過ぎないと反対票を投じた。今やこの党が信奉する外国勢力が、日本侵略に好都合な憲法と知り、改正させたくないことを知ってか、 必要に五権五権とあたかも平和を守る党のように言いふらしている。共産党が目指す社会は生産手段を社会全体の共有財産とする。従って、私有財産にも制限がかかる。そのためにも憲法改正を目指すことになる。それを隠して、五権政党であるかのように見せかけている。欺瞞体質なのだ。 二枚下なんぞを構いなし、恥を知らない。